どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も歴代最強デッキ決定トーナメントの様子をお届けしてまいりたいと思います。本日は1回戦第3試合第4試合、こちらの様子をお届けしてまいりたいと思っております。それでは早速参りましょう。デュエルスタンバイ。さあ始まりました、1回戦第3試合、斉藤拓磨選手と、リシド選手ですね。絶対運命力ということで、おっと、なんとこのデッキノーリミットにすると強欲なツボが3枚詰めます。強欲なツボがなんとデッキ内に3枚入ってると、そういうデッキでございます。さあまずは強欲なツボをぶちかましていく。当然聖域だ。強欲な3ツボ3枚強すぎない？やばいんだけど、まあ一応ですね、除外なんで、アマゾネス側は。なんで、まあ、デスペラードも出させないっていう、選択肢は取れるかなとは思うんですけど、まあ、ただ出ちゃうとかなりきついですね、アマゾネス側。出ちゃうとデスペラードのその選んで破壊がガチで強いんで、注目ポイントとしてはこのアマゾネスデッキが、まあ、どうやって、おつっつえーつっつえー当然聖域だ。強すぎかこのデッキ、強すぎだろ、なんだこのデッキ、強すぎだろ、バカじゃねえのこれ。さどうするんだ。ツインバレルも時の魔術師もまあ一応いますけど、まあ、時の魔術師は今あんまり意味ないですね。全部スキルは全てカップオブエースにね注ぎ込みましたんで、まあもう表はそんな方に出ないっていう話はあると思うんですけど、まあさすがにねそんな簡単には出ない。あ、これ反転召喚してから やるべきでしたね。はい、反転召喚してからやるべきでした、すいません。でセットバトル、イエッツインパレドラゴンで攻撃だ。アマゾネスのなんか、ペットタイガーですね、ペットタイガー出てくる。でダイレクト叩くどうすか、まあ、結構終わらない罠チョコだと思うんですよね、このアマゾネス側のスキルっていうのは。なので、まあ、ちょっと罠カード結構強いかなと思うんですが、やっぱ問題なのはその、こちらのデッキにガン詰めしてあるそのリンネのパーシアスっていう最強カードね、あれによってアマゾネスの吸収あたりを無効にしますし、あの王女の効果を無効にしてくるっていう。あ、王女の効果発動する、王者の国発動してペットタイガーも発動していく。これによって一応ペットタイガーを無効にするしかなくなっていくと。なるほど、うまいプレイングじゃないか。その場合はですね、デビルコメディアを打つと一応ペットタイガーは除外できるんですが、まあ、表が出ればね、表が出ればさあどうなるんでしょうか、一体どうするんでしょうか。使えますか、まあ、使わなくても別にいいと思いますけどね。さあ使わないという選択肢で、ペットタイガーが出てきて、まあ結局何をすればいいかっていうと、斉藤拓磨選手の方はあれなんですよ、アマゾネスの吸収をリンネすればいいっていうだけのゲームになりますんで、そんなに難しくないですね、やっていくことは。なんかそのリンネのパーシアスって結局その魔法トラップカードも止めれるし、モンスターの効果も止めれるよっていうカードなんですけども、アマゾネスで一番止めないといけないのは、まあ例えば分断の壁もちょっときついかもしれないけど、分断とかあと吸収とか。さあエネミーコントローラーでパクられていく、まあ、それは一回通しましたよと。さあで、相手は、なんとか頑張ってこの場面を突破しようとしていきますね。ボムスパイダーの効果でツインバレルとボムスパイダーをぶち殺していきたいと言います、まあ、これもスルーでいいんじゃないですか、一回スルーでいいんじゃないですかね。はい、スルーで、デスプラードリボルバードラゴンの効果発動、フィールド上に存在する闇属性機械族モンスターが、破壊された場合自身を手札より特殊召喚できます。さあやばいの来たぞ、やばいの来たぞ、大丈夫かアマゾネスさんよ。吸収は底なし、さすがにそれ一回リンネじゃないですか。さあリンネのパーシャスの効果と摂理見して、時は捨てて千雷を払ってパーシャスが出てきて向こう、出てきて向こう。さあ強いですね、非常に強いですね。さあホーリーナイトパーシャスをエクストラで気より特殊召喚していく。さあまずです、困りました。セットカードは1枚、さあ1枚セット、エンドフェイズ、なるほど。
エンドフェーズ、まあエンドするしかないですからね、基本的には。ドロー。さあボムスパイダー来た。さあ最強モンスター来たぞ。ボムスパイダー来たぞ。これボムスパイダーこれボムスパイダーでこれ爆破すると2体目のデスペラード出るってやばいこと起きるぞ。大丈夫か。でパーシアスの効果、相手のモンスターを置いた守備表示にして、ちなみにこいつは貫通があります。ちなみにこいつは貫通能力を持っています。まあ、まだボムスパイダーやる必要性もねえって話ありますねこれね。さあそのままバトルフェーズに入っていく。さあ貫通おじさんで900っていうね、クソザコナメクジ打点を貫通していきます。これカナディアバージェストマカナディアの効果、なるほど。これがメインフェーズを続ければ、これだとしたらボムスパイダーで爆破説が出てきましたよこれ。さあどうするんでしょうか、リュウ選手。これはメインフェイスを続けられるという。おっと、ボムスパイダーを召喚。さあボムスパイダーの効果を発動していくということでしょう。さあこれはジエンドか、ジエンドのお知らせが、ボムスパイダーの効果と相手のフィールドのモンスターと自身を爆破していきます。ドカーン。そして爆破したことによってデスペラードリボルバードラゴンが手札より特殊召喚されていく。これは厳しい、これは厳しい。吸収の効果、リンネのパーシアスで無効にされていく。つえー何がつえって、カップオブエース3連打強すぎ。モンスター特殊召喚せずですね、モンスター特殊召喚せずでデスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚。うわーバトル、あー強すか、強欲なツボ3連打強すぎん。さあ完全に夢の対決が実現しました。お互いフルパワーで全く戦ったことがない機械天使とロイド召喚獣のデュエルとなっております。さあ、イダテン弁天ちょっとできないですけどね、これイダテン弁天できねえけど、一応弁天リリース弁天ですね、これね。弁天リリース弁天だ、弁天リリース弁天で、サイバープチエンジェルからか持ってくるんでしょうか。さあサイバープチエンジェルからか持ってくるんでしょうね。サイバープチエンジェル持ってきて、でサイバープチエンジェルで機械天使の儀式サーチからんでしょうね。機械天使の儀式3枚入ってますからこのデッキすつえ機械天使の儀式3枚入ってるぞこのデッキ。ジャッジ大丈夫ですか。ジャッジこれね、リミット2なんでね、本当はダキニと合わせて全部で両方とも合わせて2枚しか入れることはできないっていう、そういうデッキになっているんですが、さあ機械天使の儀式によって破壊耐性を一度得て、さらに、サイバーエンジェル弁天の効果によってデッキより、光属性天気属モンスターを1回サーチできます。さあ結構強いですよ。そしてエンドフェーズにまた回収が入りますからね。さあサイバープチエンジェルを持ってきていく。そして、まあ、エンドフェーズダッキーニーの方がどうで、もちろん弁天を回収して、あ結構いい感じ、まあ、先行としてはまあそこそこいい盤面になったんじゃないですか。まあ一応打点がそんなにないですけどね、打点はないですけども、まあ、一応次のターンイダテン弁天とかはできそうな気配はありますね。さあどうでしょうか、闇遊戯選手どんな反応になってるんでしょうか。向こうね、ロイド召喚獣、フルパワーロイド召喚獣ですから、フルパワーロイド召喚獣 VS フルパワー機械天使って、これ夢のような対決なんじゃないですか基本的には。さあコズミックサイクロンで儀式の檻がぶち飛ばされていく。でアレイスターで召喚マイスをサーチしていく。さああとはメガロイドシティがあるかどうか、あしっかりと握っていく。ただ一応破壊耐性はありますので、あのダキリのあの破壊耐性は一応墓地の機械天使の儀式っていうあのカードがありますんで、なんとかなるんじゃないかなとは思うんですが、さあどうでしょうか。メガラニカ召喚獣、メガラニカ一応打点は上回られてるんですけども、さあ召喚魔術の効果発動、アレイサを回収していく。あとはちょっとコンセントレイトっていう最強のカードさえなければコンセントレイトー
勝てるかバカタレー、勝てるかバカタレー、クソタレー。